県内の障害福祉事業所で作る三重県社会就労センター協議会などが初めて開いたもので、今日は県内にある9つの障害福祉事業所が参加しました。会場には障害者が作った弁当やパンなどが販売され、訪れた人たちは障害のある人たちとの会話を楽しみながらお気に入りの品を買い求めていました。また今日は一見勝行知事も会場を訪れ、シフォンケーキや伊勢茶のクッキーを購入していました。今日はクッキーを買いました。いらっしゃいませって、なかなか普通のお店では最近あんまり聞こえないかなと思うので、それがすごく活気があっていいなと思いました。おいしくなるの思いを込めて作らさせていただいてます。ぜひ足を運んでいただいたら、おいしいコーヒー出すんでよろしくお願いします。多くの人に、三重県の人に、障害者の方々を支えていただければありがたいと思いますし、障害者の方々だから特別ではなくてですね、みんな同じなんだということも分かっていただくのも大事だと思います。障害者が作った商品を販売する県庁マルシェは今後毎月第3火曜日に開かれます。